皆さんこんにちは。ちょっとワークマン行ってくるのサリーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンの商品を PR したり商品開発するような活動をさせていただいております。で今日はですねワークマンの、本社に来ておりまして、何を紹介するかというとこちら、現在ですねワークマンからはジュニアの商品がたくさん出ておりまして、今までねあんまりちゃんと YouTube の動画でご紹介してこなかったので、今回まとめて今年の秋冬出ているものと、あと来年出るね商品もありますので、そちらも紹介していきたいと思います。最後まで楽しんで見ていってください。はい、それじゃあね1個ずつ紹介していきたいと思います。まずこちら1個目、ダダン。はい、こちらはですねダイヤフリースラールミベストジュニアということで、サイズが140と150の2つ展開になっております。1280円です。でこれね、あの大人用でももちろん出てます。というかほとんど全部かな、ほとんどがワークマンのキッズって、あの大人のもので人気のある商品とかを、まあ、子供用に落とし込んでいるので、デザインとか新たにその開発しなくていい分、そのジュニアのものだけど値段を安く抑えられているっていうのが、まあ、そのあたりの安さの秘密なんですが、これね確か大人用は1780円だったと思います。なので500円ぐらいね子供用だと安くなるって感じで、でも質的には本当にダイヤフリースも一緒だし、内側のこの裏アルミもあってあったかいしで、すごくねあの着やすいかなと思います。で生地が柔らかくて子供結構ね動きがね、あの鬼ごっことか冬とか寒い日でもすると長袖のねアウターとか着てても暑くなっちゃうんで、意外とねベストって1枚あると春から秋はもちろん結構冬の下のインナーとしてもね着られたりもするので、これ1個あるとすごくおすすめかと思います。他にもねカラーバリエーションたくさんあるので、お子さんの趣味に合わせて選んでみてください。はい、続いて紹介するのがこちら、先ほどのベストタイプの長袖バージョンですね。こちらダイヤフリース裏アルミジャケットジュニア、サイズがやはり140と150で、価格が1500円です。でこちらもねカラーバリエーションたくさんあります。これはねもう先ほどとほぼ一緒なので説明サクッといきますけども、このあのねフードが逆についてないと、あの引っ張られたりして、あの学校で使っちゃダメよみたいな学校もあるので、フードなしっていうのも嬉しいところかもしれませんね。やっぱりこちらも裏アルミになっていて、すごくねあの柔らかくて暖かく使える1枚になっております。はい、続いて紹介するのがこちら、ブロックフリーストレッキングクルーネックジュニアで、こちら140と150サイズがあって、カラーバリエーション今回こちらシルバーですが他にもたくさん出ております。で価格はなんと安いですよ、680円。もうさ子供用のインナーなんてさ、すぐ子供って大きくなっちゃうし、それよりうちの場合はね絶対何かの油染みがすぐついちゃうんですよ。なんかラーメン食べた汁が跳ねたとか。なのでやっぱこのね680円っていう値段でいろいろ買い揃えられる嬉しさと、あとこちら裏側ブロックフリースになっているので、あの生地自体は薄めなんですが、フリースでストレッチもすごく効くし、あのあったかいですね。あの裏着物トレーナーとか着ると暑がっちゃう子って多いと思うんですけど、普通のロング T シャツだけだとちょっと寒いみたいな時にこれすごくいいです。はい、続いて紹介する商品がこちら、ダブルフェイスビッグシルエットプルオーバージュニアで、こちらもサイズ140と150がありまして、価格は税込みの980円です。でこれは私大人用ね使って持ってましたけど、これ独特のなんかねふわふわとしたねツルツルとしたねなんか面白い素材なんですよね。でとにかく軽いです。軽くてあったかい、さらになんかシンプルな中にもうここ切り替え線があって、ここちょっとねポケットもついていたりで、シンプルだけどちょっとおしゃれにも着られる。でビッグシルエットなので普通のサイズだけどもなんかふわっとした感じのねシルエットもおしゃれで着られる、あの大人とリンクコーデなんかもできちゃう1枚になっております。はい、続いて紹介する商品がこちら、先ほどのフード付きバージョンになってます。こちら商品名がダブルフェイスビッグシルエットジュニアフーディーで、こちらも140と150サイズで、これはキャメルというお色です。で他にもカラーがたくさん種類があります。で
価格は税込みの1280円。これね、実はね、うちの息子が色違いを毎日学校に着ててます。もうこれしか服ないんじゃないのって言われそうなぐらい息子が気に入って着てて、うちの息子はね、あのトレーナータイプも提供してもらったんですが、やっぱりね、このフード付きの方がなんか寒い時もふっとかぶれるのが好きみたいで、あとデザイン的にもね、フードがあった方がなんとなくかっこよくなるというか、そういう感じもあって、もう本当うちの息子めちゃくちゃ着てますね。もう毎日着ている、あったかくて軽くてでね、やっぱビッグシルエットでなんかちょっとかっこよく着られるということで、これはねめちゃくちゃおすすめです。本当に何枚も色違いであってもいいと思います。はい、続いて紹介するのがこちら。こちらはですね、防寒ウィンドシェルジャケットジュニアで、こちらのサイズが140と150があります。でカラーのね、こういう無地のものからちょっと柄付きのタイプもありまして、価格は1500円になっております。でこれ防寒なので風を通しにくい感じですね。なので薄手ではあるんですが、しっかり風を遮ることで暖かいと。でちょっとあのだから張り感のある生地ですね。張り感があって、中開けてみると内側フリースになってます。フリースなので内側もあったかいので、この薄手の見た目以上に暖かく着られる1枚。フードとか問題なければ、うちの小学校なんかはあの冬の体育の時に何か1枚羽織ってきていいよって言うんですけど、そういうねジャージをちゃんとしたメーカーので買うと上下セットでね、結構子供用のってすごい高いんですよ。なんか上下で8000円とかそんなの払えないとかと思ってるんですけど、これだったら上だけで1500円とかで着れるので、冬の体育とかにもねすごくおすすめなんじゃないかなというふうに思います。はい、続いて紹介するのがこちらです。耐久撥水ジュニアシェルジャケット、140と150サイズで、カラーも他にも何色か出ております。でこれね、嬉しいのが価格ですよね。税込みで980円です。でもう小学生をお持ちの皆さんなら、こういう軽くてね1枚風を遮るものってあると本当に春から秋にかけてすごい活躍するし、今日ちょっと寒くなりそうだから1枚入れときなってランドセルにポイって入れとくと、重さもないしめちゃくちゃ軽いしちっちゃくなるのでおすすめ。あとしかもこれワークマンの耐久撥水ついてるんで、ちょっと小雨降ってきちゃったって時で傘忘れちゃった時も、かぶらせてね走って帰らせてくればもう雨に濡れても大丈夫ですので、まあ防水ではないので完全にあの雨を弾くわけではないんですが、ちょっとの雨だったらね大丈夫なので、この辺りも980円で買えるっていうの素晴らしいと思います。はい、続いて紹介する商品がこちらでございます。こちらレインジャケットになります。こちらバックインジュニアレインジャケット、価格が2900円になっております。で140と150と、あとこれ、ね、120と130サイズも、これはちっちゃい子用も出ていて、120と130に関してはこちらとね、あのデザインカラーが違います。それぞれ140、150と120、130で違うので、割とちっちゃい子のやつの方がポップなカラーが多い感じになってます。でこれの一番の特徴は、まあ、レインウェアなのでしっかりと防水、1万ミリの防水であるとか、糖質度もね5000ありますので、まあ、蒸れにくさもありますと。でなんといってもポイントがこの後ろのファスナーで、これをですねこうビーッと開けてもらうと、中にリュックを背負っていてもこう濡れずにね移動できるっていうところですかね。でうちの結構体の小さい身長120ぐらいの次男には、あえての140サイズを着させて、そうするとね、あのランドセルまでね濡れずにすっぽりと覆うことができます。で他メーカーでやっぱランドセル用のレインコートっていうと結構高いので、ワークマンだとねちゃんとこれが2900円でしっかりした、ね、防水素材のものを買えるので、遠足の時とかはもちろんですが、普段の登校でもちょっと大きめ買った方がもしかしたらその場合はいいのかなという感じ で保育園に登校している、リュックで登校している子も、登園している子もいるかと思うんですが、そういう保育園の子用には120、130もあるので、ね、体の小さい子にもよろしいかなと思います。はい、続いて紹介するのがこちら、はい、ジュニアコットンキャンパー、こちら140と150センチがあります。こちらカラーがカーキとキャメルがあって、こちらキャメルカラー、価格が1900円です。で大人用のコットンキャンパーは2900円なので、ほぼ1000円安い感じになっております。
もうこれはね、私も本当に一から開発に携わって作ったウェアなので、非常になんか思い入れがあるものになるんですけれども、大人用とちょっと違うところがあって、以前ね、ちょっと重いんじゃないかという、子供には重いんじゃないかと、まあ綿100にして火の粉に強いようにはしたんですけども、逆にそれで重さを感じるっていうご意見もあったので、最近のものは少し生地が薄くなっています。その分軽くなっています。あと大人用はここに紐が出て、この豚鼻がついてるみたいな感じだったんですけども、子供用だとそのね、フードの紐をどっかに引っ掛けて挟まったりして首が締まったりしたら大変なので、こちらについては紐はなくして、でもここのね、リングだけ残すようなデザインになってます。でその代わりそのね、豚鼻をどっかにつけたいなと思って、ここのね、ポケットの上なんかにつけております。まあね、これ着て、これをね、知り合いのブロガーさんとかは、一家でもご家族でね、お父さん、お母さん、お子さん2人に全員着させていただいてもらってたり、写真をね、インスタとかで拝見するとすごい嬉しくて、これ1枚あるだけで本当にキャンプが盛り上がるウェアってあることはもちろんですが、普段のね、日常できる、街できるウェアとしても通学とかにもね、おすすめかなと思います。はい、続いて紹介するのがこちらです。こちらはですね、ディアマジックダイレクトジュニア防風防寒ジャンパーになっております。こちらが140、150サイズはこういった感じのね、ネイビーの他にイエロー、レッド、ブラックの4色展開で、こっちがちょっとポップなカラーが120と130サイズで、もうちょっとね、ポップなカラーが出ております。でこれはまあ、ディアマジックダイレクトっていう本当にワークマンが得意とする耐久撥水の効果がありますので、少しのやっぱ雨だったらしっかり弾いてくれるっていうのと、あとね、厚すぎず薄すぎない適度な中綿が入っております。すごいこういう見るとそんなにモコモコしてないから寒いんじゃないのって思われるかもしれないんですが、風をしっかり防ぐのもあってか、程よく動きやすいくらいだけどあったかいという、その絶妙なラインの厚さになってます。で実際そのオンラインで買った方の口コミを見ても、薄手だけどあったかいと子供が喜んでいますっていうレビューがたくさんありました。で価格が1900円ってめちゃくちゃ安い、もう冬物のジャケットでこの値段って安いので、ちょっと汚しがちなね、キャンプの時のウェアにするだとか、もうちょっと学校への通学はもうこの1900円のでいいやとか、冬休みに例えばちょっとスキー場で雪遊びとかね、あとちょっと田舎に帰って雪遊びするんだなんていう時にも、1枚これがあればちょっとした雪だったら払ってしまえば大丈夫ですので、まあ新たにスキーウェアとか買うのがもったいない方にもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、続いて紹介するのがこちら。今回、紹介するジュニアの防寒ウェアの中では今一番暖かいジャケットがこちらになります。こちらリペアテックアラエルフュージョンダウンジュニアフーディ、サイズが140と150があって、あと価格がですね2900円です。で大人用は3900円なので1000円近く安くなっております。で表面の生地はリペアテックと呼ばれる針を突き刺してから穴がねこうコショコショってやると自動で修復する生地が使われています。まあ、お子さんですとね、なんか木の藪の中入ってっちゃって、ちょっとなんか枝で突き刺しちゃったとかあったりするかもしれないので、こういうねその自己修復の生地もいいし、あとフュージョンダウンが入っていて、まあ、中は天然素材のダウンとフェザーの他に、まあ、高機能の化学繊維の綿が混ざっていて、それでね、この2900円っていうのは本当に驚きの価格かなと思います。でただね、大人とちょっと1点違うのが、大人用のはね、内側がここがブラックアルミになっているんですが、やはりねお子さんってすごく汗をかいたりだとか動きやすくて、大人よりもね寒さを感じるとむしろ暑いってなっちゃったりする場合もあるので、背中は、ブラックアルミにはなっておりません。普通のタイプになっております。ただこれだけでもねかなりね暖かいと思うし、ですごくシンプルなデザインになっているので、まあワークマンバレもいわゆるしづらいような感じになっていて、ね明るいカラーがいい子は明るいカラー選べばいいし、落ち着いたカラーもありますので、お好きなものね選んでもらうといいんじゃないかなと思います。はい、続いて紹介するのがこちら。はい、こちらね今ねワークマンでは2種類パンツが出てるんですが、こちらまず一つ、ジュニアウォームクライミングパンツ、これのウォームがついてないタイプもあります。普通のクライミングパンツは生地が薄手です。でこっちのウォームのタイプはですね、ちょっと裏地が
本わかとついているタイプの2種類があって、こちらねサイズがね120からあります。120から150までのサイズがあって、で価格はどちらもウォームもウォームじゃないタイプも980円になっております。あとねカラー展開はブラックの他にベージュとか、あともうちょっとね派手なカラーであるとかで、あの子供のボトムスってめちゃくちゃいろんなメーカーの、私もユニクロとか西松屋とか GU とかやってきたんですけれども、あのやっぱりねデニムっぽいのは合わせやすくていいんですけど、生地が硬くて子供が履きたがらなくなっちゃったり、かといって動きやすさを優先してスウェットみたいなのにしちゃうとなんかパジャマみたいな感じがしちゃうなっていう中で、やっぱこのワークマンのクライミングパンツっていう新しいパンツっていうか、もう子どものパンツであんまりクライミングパンツって今までなかったと思うんですけど、まあ動きやすさのあるストレッチ性のある動きやすさに比べて割とすっきりとしたシルエットなので、そういうスウェットみたいにダボダボな感じもならないし、もう本当動きがね活発な小学生のお子さんにぴったりだなと思って、ですごいうちの子毎日のように色を変えて、あのいろんな種類履き比べをしてるんですけれども、まだね転んでね穴とか開いたこと一回もないです。やっぱりそこは作業服のワークマンならではの品質 で結構高いと、あの他のメーカーさんだと1500円とか、まあ、1900円とかもある中で980円でこれだけ動きやすくてシルエットも綺麗で耐久性があるのは、もっともっと私はこのパンツが世の中のお母さんにね知られてほしいなと思いますので、ぜひね騙されたと思ってあの履いてみてください。もうおすすめです。はい、では続いて紹介する2つは2023年の1月2月頃に発売になるジュニア商品です。こちらかっこよくない？これね、あのワークマンの職人用のブランドであるプロコアシリーズから出ているウェアになっております。商品名がですね、プロコアデニムジュニアジャケットで、サイズが140と150があります。でこれが、ね、カラーが確か2種類ぐらいあって、こちらは B ブルーという方ですね。で価格は1900円になっております。でこのプロコアシリーズはワークマンの中でも本当にプロの職人がかっこよく着るためのブランドみたいなラインで、あの大人用のプロコアはやっぱ普通のワークマンの商品に比べて気持ちやっぱ1000円2000円ぐらいちょっと高い感じにはなってるんですよね。でこのジージャンとかって子供顔負けてめっちゃかっこよくない？これ多分ねうちのね次男、可愛い系の次男は似合わないけど、かっこいい系の長男は絶対これ似合うから着せたいなって思いますね。これいいね。あとタグに子供は遊ぶことが仕事って書いてある。でやっぱりスレに強いコーデュラデニムを使用で破けにくいっていう、まあこの素材自体がコーデュラっていうね、ここに書いてあるんですけど、まあこのコーデュラという耐久性に強い素材を使っておりますので、まあちょっとね割とうちの子すぐ服をダメにしちゃうのよなんていうお母さんにもおすすめの1枚です。でこのジャケットに合わせる形でこちらのパンツも発売になります。で私実際にこのプロコアの、大人用のを履いたことあるんですが、あのね体になんかねラインがねビシッとなんか沿うようにほんと立体裁断で作られている、後ろとかもねこれ結構だから何枚も履いて作ってある感じなんですよね。このあたりもね膝のあたりも動きやすくなるような感じのカットがしてあるし、あとね裾とかもここにねちょっとゴムが入っててジョガーパンツっぽい感じにもなってて、ちょっとこのねかっこいい感じのデニムは今までのやっぱこちらの、まあ、これのデニムバージョンがあるんですけども、それと比べてもちょっとなんかね高見えするというか、あちょっと今日かっこいいデニム履いてるねってあのクラスのお友達にもね言われそうな感じのパンツになっておりますので、こちらね1900円、ぜひチェックしてみてください。はい、であのワークマンのジュニア商品なんですが、どこで購入できるのっていう感じになるんですが、ジュニアのコットンキャンパーとかこの辺のレインウェアなんかに関しては路面店のワークマンに置いてあることもありますが、基本的には、ショッピングモールに入っているワークマンプラスワークマン女子だったら取り扱いがあります。ただ路面店だとやっぱジュニアの棚ってすごく少なくって、あのある商品とない商品とありますので、欲しい方はですねぜひワークマンの公式オンラインサイトありますので、そこの商品ページから注文をして近所の店舗で受け取りを選んでもらえると、あの送
料無料でね取り寄せをすることができますので、結構ねまだねワークマンにジュニアがあることがそこまで知れ渡ってないんですよ。こんなに物が良くて値段も安いのに。ですので結構ね大人用の人気のウェアに関してはオンラインストア結構品切れしてるものも多いんですが、ジュニアのものに関しては在庫豊富ですので、ぜひですねオンラインストアから近くの店舗受け取りやってみてください。はい、というわけで今回はワークマンのジュニアの商品を一挙にご紹介いたしました。ね、今出ているこれからの季節だとやっぱこのあたりの防寒ウェアとか安くすごく買えるし、あとね来年1月2月発売のプロコアシリーズも見逃せないといったところです。ぜひチェックしてみてください。私のチャンネルでは他にも購入品紹介や店内レポなどやっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。あとですね、私キャンプの専門チャンネルを始めまして、サリーのキャンプチャンネルではワークマンのキャンプギアやキャンプ場紹介もやっておりますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。今回の動画が良かったよという方はいいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいねチャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。